星野信之176勝しました。2041奪三振しました。こいつすごくね。なんで128キロのストレートで抑えられるんや。緩急の鬼のイメージ。キャッチャーに素手で取られてしまって評価が下がってしまった模様。さすがに言い過ぎやろ。阪神移籍しなけりゃもっといけたか？成績はすごい投手なんだけど本人が優しいおじさんすぎて。星野のスローカーブは本人的にはただのカーブだった疑惑。本格派やぞ。中島の素手キャッチ何度見ても草。なんで阪神行ったの？他に移籍先の候補あったの？浜田とめちゃ仲良いよね。カーブがすごいのかと思ったら、速球とフォークの投げ方が一緒で球速も変わらないから見分けがつかなかったので打者が打ち取れたとか。これをうまくリードできる人神やろ。ストレートとフォークで勝負する本格派やぞ。成績だけなら右の本格派そのものなんだよな。プロ入り前まで速球派だと自認してたの好き。初めてユニフォーム買った選手星野信之だわ。一郎とか田淵とか長谷川とかいたけどなぜか星野の勝ってもら。11年連続2桁勝利。左腕は石川とか遅くても勝てるやついる。清原、桑田、立浪の PL 組も星野信之すごかったって言ってたな。見た目もかっこいい選手だった。ピッチャーとしては山本明の方向性と近いかも。ご視聴ありがとうございました。